79.2 All Coast to Ride。 ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの川口京子です。毎週18時からお送りしておりますコーストライン、今夜も始まりました。今月からミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM で沖縄以外の県外の皆さんにもこのコーストライン聞いていただけるようになりました。今日から聞いてくれてるという方、よろしくお願いいたします。なのでぜひ番組宛にメッセージを送っていただけたらと思います。メールアドレス fm792@fm-nirai.jp fm792@fm-nirai.jp。 ツイッターも、よければお願いします。ツイッターはハッシュタグコーストラインでツイートお願いします。ハッシュタグコーストライン、スペルは COASTLINE ですね。コーストラインでツイートお願いします。この番組は携帯アプリで全国どこでもお聞きいただけます。iPhone、Android 携帯アプリにて FM ニライを検索してアプリをダウンロードしてお聞きください。この番組今初めて聞いてる沖縄県外の方にちょっとだけお知らせというか、この番組のどういう番組かと言いますとですね、私川口京吾は栃木県出身で沖縄が大好きでですね、一時は住んでたぐらい好きなんですけれども、そんな私が沖縄県外の人間の目線でここ沖縄北谷の魅力を、沖縄県内、そして沖縄の県外の方にお伝えしたり、できればなと。まあもちろん音楽も含め、いろんなことをここから発信していければなという番組でございます。ぜひよろしくお願いいたします。それでは、まず1曲お聴きいただこうと思います。私川口京吾の11月11日にリリースになります、デビュー、15周年目の、CD ということで、ベストアルバムオールタイムベストから君あるこれ後日お聴きください。寝ぼけた左手で君を探す、聞こえてくるシャワーなか、君の声、時計を見て飛び起きて歯を磨く、無理やり交わされた揃いのカップ、飲み干したオレンジジュース、君がシャツを迷おう僕らの朝を焼き上げるトースター、ベランダのサボテンが芽を出した、小さなニュースをまだ君は知らない、ありふれた日々にうずもれてる幸せのかけらを教えてくれたね、ささくれた心に咲かせた花、君にそっと届けたい、この世の中で大切なものはそんなに多くない、出会いを知る
も君といればきっと輝いてる。君の笑顔守るため頑張ろう。めぐる季節二人で数えて年を重ねてゆこう。優しい歌歩いて行こかぐち京吾がお送りしておりますコーストライン、いつもはですね沖縄、中部の町チャタンにあります未来のサテライトスタジオからお送りしていますが、今月はですね、東京の私の事務所のスタジオで収録で、お送りしております。いつも、3人で喋ってるんですね。チャーリーウーさんとそれから山田みなみさんとおしゃべりしてるんですが、今日は東京収録ということで、僕の友達のアーティストをゲストにお呼びしています。宮城豊くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。豊くんはですね、はい、沖縄出身ですよね。そうですね。今はどこ住んでますか。今は横浜です。横浜に、はい、もう知り合って、うん、7、8年、9年ぐらい、あ、うん、8年ぐらい経ちますかね。そうですね。もうね、2006、7年の時ですよね。豊くんが、その時ウルルというユニット、はい、そうですね、URURU、 はい、ウルル、はい、でデビューしたばかりぐらいの時ですかね。そうですね。イベントライブでご一緒させてもらって、はい、で僕そのぐらいから沖縄どっぷりハマり始めてる時でまあ豊くんとかにもいろいろなんか教えていただいたりとか、はいはい、なんかして。あ、懐かしいですね。懐かしいですね。そしたら豊くんが急に東京に出てきてで今ははい、ソロアーティストとして活動してるということ で、もうソロ活動何年目来てからはまあ5年ぐらいですかね。あ、まだでもそんなもんなんですね。そうですね。来てからまあとりあえず食べていくのに必死で、結
構働いてましたね。働いてました。何して働いてましたか。あの時はまああの飲食店で、厨房でとりあえずこう、まあ、料理好きだったんで、はいはい、あのハワイ料理を、あ好きそうだよね、作ってましたね。ハワイ料理って何ですか。あの代表的なロコモコとか、ロコモコ、あとはポッキー、ポッキーね、あの何漬け丼みたいなやつですか。そうです、ポッキーってね、はい、マグロのね。ああいうのってでも沖縄でもありそうですよね。ありそうですね。あんまりね、まあ似たような具材は使ってますけど、よくあそこはごま油とか、ああはあはあ、醤油を混ぜたものをこうトッピングして、ああごま油と醤油がね、うん、美味しいっすよ ね、 そうですね、最高ですよね。いや最近は、うん、あの沖縄帰ってますか。最近はそうですね、ライブを、まあ、2ヶ月に1回ぐらい、あそうなんだ、させてもらって、まああの、まあ、実家でね、甥っ子とか、うん、あの遊べるタイミングを作って、うん、でライブと一緒にこう重ねて帰ったりしてますね。この放送は10月17日ですが、はい、このあたりでライブって何かあったりするんですか。10月ちょうどないんですよね。あ10月はない、お休み期間、9月にやるんで。あ、なるほどね。じゃあ、そうなんですよね、やったばかりという、そういうことです。次のライブはじゃあ年末にかけてとかですか。そうですね、11月とか行きたいんですけどね。あちょっと今タイミングを測ってるところです。あじゃあまたあのライブ近くなったら遊びに来ていただきたいなと、はい、ぜひともお願いします。会うの久しぶりですよね。そうですね、前ほらあの横浜でゆたくんがライブやるって言うんで行って俺歌わされたじゃないですか。急遽あの時以来ですよね。あれもう一昨年ぐらいでしょ。あれはそうですね、 そんな経ちますか。そんな経ちますね。うちまだ子供が生まれてなかったもん。あそうでしたね。そううわーその経ちますね結構ね。そうあの時はありがとうございました。いやとんでもないです、とんでもないです。来てからはそうですね、なかなか僕もちょっと忙しくして川口さんのところに遊びに行けないんですけれども、最近の音楽的な活動はどんな感じでやってますか。最近はそうですね、あのちょっと CD を作りまして、はい、あのなんていうんですかね、ちょっと家族じゃないけど妹の、まあ、デザインもうん、ちょっとこう取り入れつつ。妹さんデザイナーなんだ。そうですね、沖縄で今あのやってますよ。あリサという名前で、今はその広告のデザインとか、まあ、あの雑誌のとかいろいろなんかやってるみたいですね。すちょっと僕もよくわからないですけど、これ今手元にあるアルバム豊くんのサウンドバイランドのジャケットデザインがこう妹さん、はい、そうですね、あのデザインをしてもらって、でそれをハンコにしたんですよね。版に起こして、はい、で一枚一枚こう魂を込めるかのように押してます。押してんだ。はい、ああこれ紙ジャケ仕様のアルバムなんですけど、はい、ちょっと開けていいですか。はい、そうそうそう、これまっさらのジャケット本来は何にも書いてないんですよね。そうです。それにこうスタンプ、デザインされたスタンプをこうじゃあライブで一個ずつ押してんだ。一個ずつ押してこう提供するっていう。あこの絵が描いたんじゃないですか、この色が、はい、これ色はこれはもともと僕が、まあ、気分でこう今日はこの色、今日はこの色ってこう塗って あらかじめ、はあ、その上にこう塗るので、あ押すので、へえ、まあなんかこうたまにこの辺が薄くなったりするんですけど、はいはい、まあ1個しかないってことですよね。 そうですね、その時にしか押せないこう素晴らしい提供できない CD という。すごいですね、そのアイデアどっから来たのこれ。いやなんか思いついた、この際ちょっと遊ぼうかなと思って。あいい、これいいですね。じゃあこのアルバムからせっかくなんで1曲聴かせていただきたいんですが、はい、何にしましょう。じゃあ
僕が二十歳の頃に作った曲で今いくつなの？今10年前の曲大丈夫ですか？大丈夫です。わかりました。でそれをちょっとリメイクして、はあはあはい、セルフカバーみたいな感じ。そうですね。わかりました。じゃあ曲紹介お願いします。サウンドオブアイランドの中から I Believe。そう、あなたの声今すぐ聞きたいの。胸の奥にある何かが今夜も止まらない。好きゆく時の中でどれだけ溢れるあなたへの想い。目を閉じれば閉じるほど楽しそうに揺れる二つの長い影がはっきりと映る。重ね合わせた二人の心をもう一度初めからゆっくりと歩幅合わせて歩いてゆこう。 Can't you feel my heart? これからもあなたのそばにいたい。二人だけの愛を交わそう。 Have a beautiful life together
今夜のゲスト宮城豊くんで、アルバムサウンドオブアイランドからアイビリーブを聴いていただきました。これいいっすね。参加ミュージシャンとかはどういう方が参加してるんですか？これは僕が、横浜来て出会った金武勲さんっていう、通称金ちゃんっていつも皆さん呼んでるんですけど、金武さん、金ちゃんが、ドラムとコーラスと、何ですかね、エンジニアまで、トリムでやってくれたんだ、はい、そうですね。で、豊くんはギターとボーカル、ギターとボーカルです、で、あとLPが、ソッフェのヨーヨーくん、ヨーヨーくんね、はい、かっこいいよね。ありがとうございます。LP ね、ジャージーでね。そうですね。なんか質感もすごくいいなと思って。いや、ありがとうございます。どんなスタジオで撮ったんだろうなんて思う、なんかいろいろ。これはもう本当、いや、金ちゃんのスタジオなので。ホームスタジオ。ホームスタジオですね。本当こう手作り感あふれる、なんつったらいいんですかね。いや、でも分かりますよ、なんかあったかい音の感じっていうか、通常のなんかスタジオじゃない感じがやっぱどっかありますよね、これね。そうですね。それがなんか曲調になんかすごい合ってるような。ありがとうございます。いや、本当に気がしました。いや、もう金ちゃんには本当もういろいろお世話になってて、出会いはどこなんですか、その金ちゃん。出会いは横浜ですね。あるライブ、沖縄の人、沖縄です、金ちゃん、はい、あ、そうですよね、お名前がそうですもんね。ほぼ、18歳からここにいるって言ってたので、ずっとここに住んで、横浜にいらっしゃって、ここで活動してっていう。で、沖縄の人逆に知らないんですよ、金ちゃん聞いたことないなっていう。あー、なるほどね、はい、そうなんですよね。そう、金ちゃんとお二人でこう沖縄凱旋ライブとか やったりじゃないですか。そうなんですよね。これが去ったあの9月のライブ、やったんだ、やったんだ、ごめんね、ごめんね、その時来てもらえばよかったですね。そうですね。まあ、次回の、はい、じゃあそれどこでやったの。これはあの茶谷にある、茶谷町スナベですか、はいはい、カフェテラス2台、2台ね、あ、はい、僕もあのお世話になりました、あのカフェライブツアーやってるんで、はい、もうあのロケーションといい、最高ですね、はい、最高ですね。あのちょっとバブリーな、あの女社長とか女さんね、ノリがいい。聞いてるかな。聞いてってほしいですね。カラオケ行こうよみたいな、こう普通に誘われる感じいいですよね。そうですか、2台で。はい、そうなんですよね。そうなんだ。たまに、2台さんでやらせてもらってて。あ、うん、そうなんだ。あ、ね、っていうか、もともと俺沖縄のカフェライブやるので豊くんに相談して、それで二来さんでやるようになったんですよね。そうです、そうそうでした、そうでした。そっか、あそこホームグラウンドっていうか、あれで、ベースで沖縄はじゃあライブ活動続けてって感じ。うん、そうですね。チャタンから、那覇ですかね、うんうんうん、あと沖縄市。なんか俺豊くんと会ってたの、いつもチャタン あのビーチタワーホテルの下みたいなイメージがあるんですけど、チャタンって豊くん少年時代とかも結構行ってました。少年時代はあの頃はまだ開発してる頃だったんで、要するに今のこうなんていうの、アメリカンビレッジ、そうですね、多分埋め立てをこうしてる段階だったんじゃないですかね。あ、逆にチャタンイコールどこだっけ、名前出てこないな、あ、サンセットビーチ、サンセットビーチからビーチもまだなかった、あのフリーマーケットがこう、はいはいはい、はい、ナイトマーケット、はいはい、あそこは逆にもみんなこう夜の遊び場というか、はいはい、あの長老ラーメンがある手前ぐらい、詳しいですね。詳しいでしょ。そうなるほどね。チョロラーメンうまいですよね。うまいですね。なんか久々食いたくなっちゃったな。あそこ、あそこで高校の時代は遊んでましたね。あ、ナイトマーケットね、ちょっとウキウキしますよね。そうですね、あの明かりの具合とね。そうなんだ、懐かしいな。懐かしいですね。今やもう都会というか、結構リゾート化しちゃって、はい、でも最近またホテルがあの海沿いに結構できてて、うん、すごいっすよ。
新しいホテルですよね。そうで、この番組でもなんかの観光情報があるんで、はい、紹介いろいろさせてもらってるんですけど、なんかどんどん広がってってますよね、海沿いのエリアが、うん、そうですね、開発によって。いや今後どうなるんですかね、どうなるんですかね、砂辺までこう繋がっていくんですかね、あ海岸で海岸あどうなんですかね、今度聞いときますよチャタンあるかもしれないですよ、チャタンの方に。あるかもしれないですね。キョブさんは結構チャタン歩くんですか？僕その番組今回やらせて4月からやらせてもらって、なんかこのいろいろ観光協会の方から情報をいただいて、こう紹介番組でするようになって、自分でもやっぱ見なきゃなと思って、新しいホテルができたあたりとか結構奥の奥まであるんですよ、チャタンのアメリカンビレッジ。僕行ってないな。そうそう、行かなきゃな。行ってみてください。いろいろあるんですか？結構店すげえありますよ。俺も全然行けてないけど。あ、そうですか。細々いろいろありますよ。へえ。うん。もっと増えてほしいなっていう。あ、いいです。楽しみですね。なんか新宿の横丁見たくなってほしいですよね。いいですね。結構味があるお店がさ、軒を連ねるっていうかさ。そうなんですよね。で夜は地元の人がこう集うみたいな、そういう風になんかなってほしいなっていう。あんまりそういう雰囲気ないですもんね。そう、いろいろこう住みすぎてるがためにというか、あ地元の人はね。そうですね、昔ながらのお店がちょっと寂しい気もしますけどね、いやこれからなんか多分もっといい感じになってくる予感がしますよ。じゃあ僕もちょっといろいろ行ってみようかな。ぜひ、ね、行ってみてください。三浜の辺りとか散策してそう新しいお店をね、ぜひぜひ。じゃあですね、あれゆたか君ホームページとか、ブログとかやってんですか？ブログやってます。じゃあ宮城豊で検索していただいて、はい、Facebook、Twitter は？ Facebook はちょっと最近乗っ取られまして一旦退去で本当にあるんだ。乗っ取られて、どういうこと乗っ取られて、ログインできないの？もう自分のあれでできなくなっちゃって、コントロールしきれなくなっちゃって。乗っ取ったやつは何やってんの？澄ました顔で豊くんのアカウントで何か発信してんの？何が目当てなんですかね。いや、なんか発信とかはしてなかったらしいですよ。でもまあ豊くんが更新しようとするとできなくなっちゃう。それ最悪ですね。だからなんかいろいろデータとか抜いてるんですかね。ああ、何をするんだろう。暗証番号的なものとかとか。だから僕も乗っ取られたせいで携帯もちょっと変えなきゃいけなくなり。そうなんだ。いろいろこう手続きがめんどくなってまあそれなんか大変ですよ。怖いっすね。そうなんですよ。あら、じゃあまあブログでライブ情報とかリリースの情報を、まあ見てくださいっていう感じですかね。はい、やってます。はい、アメブロで、はい、宮城豊かで検索していただいて、はい、まあ、僕も見てます。はい、じゃあですね、アルバムサウンドオブアイランドは、はい、もう現在リリース中ということで、はい、その中からお別れにもう一曲聞かせていただきたいと思います。はい、この曲はですね、僕の生まれたうるま市の、イケイビーチというビーチがあるんですけど、そこで、昔ギターをポロンとこう、夜な夜な、弾きながら作った曲があります。東海岸ですか？そうですね、東海岸ですね。チャタンこっちは、西海岸だけど東海岸のことね、はい、そうです、そうです。あんまり目立たない方の良さそう、良さそう、はい、そこで作った曲聴いてください。星と涙。今夜のゲストは、シンガーソングライターの宮城豊君にお越しいただきました。ありがとうございました。星がいつもよりキラキラ
輝いてる時にはそっとみんなで飲み明かそう。心から超大好きな人に振られた時こそそうさ僕らが耳を貸すよ。今日も夜空は君を包んでるよ。悲しい顔 I don't want to see。 だから今は声を枯らして歌い忘れよ。君の笑顔がみんな好きなのさ。大きな声で過去にさよなら。涙の頬に星がキスをする。素敵な出会いは星の数ほど巡り来るから、いつだって自分を信じよう。恋くらいで悩める君はそう幸せ者さ。そうさ素晴らしい世界だろう。暗い顔 I don't wanna see。 だから今は声を枯らして歌い忘れよ。君の笑顔が僕らの宝さ。大きな声で過去にさよなら。涙の頬に映る流れ星なんて綺麗。大きな声で過去にさよなら。涙の頬に星がキスをする。声を枯らして歌い忘れよ。君の笑顔がみんな好きなのさ。大きな過去にさよなら。涙の頬に星がキスをする。大きな声で過去にさよなら。涙の頬に星がキスをする。今夜のゲスト、宮城豊くんの星と涙を聞いて、豊くん今日は、ゲストお別れということで、来週も来て
くれることになりましたので、ぜひ皆さん来週も聞いていただきたいなと思います。いや、なんかいい曲だったな。沖縄でなんか一緒にライブやりたいですよね、チャタンとかでね。ぜひぜひ。で、あ、そうだそうだ、今週のチャタン観光情報としてはですね、10月の末31日にここアメリカンビレッジでチャタンハロウィンパーティーが行われます。これ31日皆さんこう仮装して集まって大変こう楽しいハロウィンパーティーになるそうで、ちょっとウェブで調べてみると画像がいろいろ出てくるんですが、皆さんぜひいらっしゃっていただきたいなというのが今週の観光情報でございます。10月はちょうどその時期は私も沖縄におりまして、隣の、読谷村祭りの前夜祭に出演しております。そして、10月の31だったっけな、生放送でね、あ、ちょうど31ですね、コーストライン生放送6時からしますので、ぜひ皆さん仮装したまんまスタジオの前に遊びに来ていただきたいなと思います。これチャーリーさんとか山田さんとか仮装してくんのかな、それ面白いですよね。そうですよね、私もした方がいいですよね、仮装してね。何の仮装がいいかちょっとメールをいただきたいなと思います。ちょっと宛先もう一度言っておきましょうね、FM79 に @FM-2rai.jp FM79 に、@FM-2rai.jp ツイッターは、ハッシュタグコーストラインですね、スペルは COASTLINE COASTLINE でツイートをお願いいたします。そうなんですよね、ハロウィンパーティーね、最近ね、ディズニーでしたっけ、ミニオンってキャラクター知ってます？あれ結構好きなんですよ。ああいう黄色くて眼鏡かけてるようなキャラで、もう二等身ぐらいのなんかコミカルなキャラなんですが、ちょっとなんかそういうあれでも、もうあれですよね、できますか、そう、ちょっとフナッシーみたいな感じですよね。ちょっとフナッシーに限りなく似てんだよな。そうするとなんか放送するの大変ですよね、着ぐるみってことですよね、そうなるとね。そういうんじゃないな、なんかちょっとでも俺ハロウィン仮装ってやったことないんで、ちょっとやってみたいですね。それってさ、なんかもうその時期お店に行ったら結構売ってんですよね、なんとかスパイダーマンセットとか。あ、チャーリーさんなんかフランケンシュタインとか似合いそうだな。山田さんは何なんだろうな、最近女性のそういうヒーローキャラとか、なんかあれか、アナと雪の女王、もうそれ古い、なんだろう。あ、ミリオン、このちっちゃい子がやると可愛いですね。おっさんがやるとちょっと違いますね。この40のおっさんがやる仮装っていうの、なんかハードルが結構ありますよね。なんかほら山田さんとか、何がいいのかな、なんかちょっと可愛い系とか、いかにもだから、なんか山田さん全然真逆のなんか感じで来てほしいな。こういうなんかこういう骸骨メイクみたいな、なんか今ちょっとネットでハロウィン仮装でちょっと調べてるんですけど、要するに素肌に骸骨のメイクしてあるんですよ。で骨とかも全部こうボディーペインティングしてある画像を今見ながら喋ってるんですけど、
これ山田さんやったら相当インパクトありますよね。真逆です、ね、真逆ですもんね。あのあえて綺麗な要素出さないっていう、これでもまあ山田さん嫌だって言うだろうなメイク落とすの大変だし。いやちょっとじゃあ私何が、でもそれあれですか、メイク道具とかもそういうの売ってんですか。売ってます。あ、まあ普通にメイク落としで落ちるんですよね。ちょっとそういうメイクしてみたいな俺。逆にじゃあ女装してみたらどうですか。女装ね、ひげ込みで。ひげ込みでねあのほら最近話題になった賞取ったさ、ひげのさ綺麗な人いたじゃん、外国人で。ものすごい歌上手でひげ美女みたいな、まあ美女になるかは私がやると分からんですが、そういう感じのね。普段しないやつの方がいいんじゃないですか。うん、そうだよね。で結構なんかバカボンとかもやってみたいんですよね。バカボン、あれでもやっぱ仮装の時は中途半端にすると余計目立ちますからね。そうだよね、はい、しっかりやった方が、もうやりきっての方がなんかかっこいいですよね、それいいな、それいいですよね。みんなで写真撮って面白いですもんね。絶対面白いと思います。あ、それなんか楽しみだな。この31日 FM ニライコーストライン生放送ですので、これあの番組聞いたよっていう方ぜひなんかスタジオ前に集まっていただいたら、なんかあれ映像でも配信してんじゃないですか、はい、ユーストで、はい、ユーストリームも配信しておりますので、そっちにもこう映り込んでいただくとなんか面白いような気がしました。でユースターのなんかカメラで外出ればいいんですよね、出れればね、うん、あーそれいいかもな、3人でね。なんか3カメぐらい今あるんですけど確か、まあ、1カメをそのスタジオの外のお客様向けにしておけばいいですよね。どれくらいのなんか規模なのかちょっとわかんないです。僕なんかそのチャタンのハロウィンパーティーの感じが初めてなんで。でもなんか沖縄の人ってノリがいいし、あの辺こうアメリカの方とか多いので結構なんか盛り上がりそうな感じしますけどね。あ、なんかちょっとドキドキしてきたな、ちょっとドキドキしてきたな。皆さんもね、このリクエストになるべくお答えしてね、このなんかネットで今、ミュージックバードさんで、沖縄はもちろんですけど県外の方も、まあ、約50曲近くネットになったということで、今月からなんかまあチャタンの情報とかいろいろこう雰囲気とかをお伝えして、たくさんチャタンに来ていただけるようにっていうのはもちろんなんですが、逆にですね、そのリスナーの方からいろんなメッセージだったりとか、まあ今の話題で言うとハロウィンパーティーの仮装、川口京子にこれ着てほしいとか、そういうリクエストとかですね、まあチャーリーさんに、山田さんにこれ着てほしいというのももちろん大募集でございますので、なんかラジオらしい双方向のなんかやり取りで番組をこう盛り上げて楽しくやっていけたらなぁなんて思っておりますので、ぜひお聞きの皆さん、今日聞き始めたよって、今夜から聞き始めたよっていう方もたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ毎週土曜日6時から、1時間、まあ約50分ですかね、コーストラインよろしくお願いいたします。今夜もそろそろ時間になってまいりました。最後の曲は私川口京吾のベストアルバムオールタイムベストから吐息は花霞を聞きながらお別れしたいと思います。また来週もお聞きください。川口京吾でした。
似てると言われて膨れてたけれど不思議ね時が経ち嬉しく思える川沿い花が摘み風に舞う春見上げてばかりいるから手を引いてくれた会いたくて会いたくて優しさも